が何でも突き放すぞ。エースはチームを勝たせるのが仕事っすよね。勝つんだ。やはりこの戦い、パーフェクトコピーを止めなければ勝てない。規制のパーフェクトコピーの限界が伸びてる。何か手を打たないとマジでヤバいわ。キセ君を止める方法、今日ほどこいつを頼もしく思ったことはねえぜ。いいぞ、流れは来ている。キセを止められるかもしれない。ここからはミスは絶対できねえぞ。試合終了のブザーが鳴るまで決して気を抜くな。行くぞセリン、ファイ。しまった。どうもヒュガ、切り替えろ。キセのパーフェクトコピーを止めてくれ。クロコッチ、どういうつもりっすか。わざと抜かせて鏡っちで止めてからのバックチップ、前と同じなんてことないっすよね。タイガー、クロコイズキのトリプルアタック。今から切り返すんじゃ遅すぎる。なんて速さだ。今の俺は誰にも止められない。すっげえ、今のでも止められないのかよ。このままだと一気に飲み込まれるぞ。ファントムシュートかよ。ミスディレクションが使えなきゃ撃てないはずじゃ。視界から外した。やっべえ、いけ会場。いつっす。いけるいける。うっすよ、おうっすよ。そっかき、それでも食らいつこうとする懸命のプレー、応援したくなるのは当然会場だろう。シュートを決めても歓声はない。こっちだ。惜しい、会場ボールならず。前のタイムアウトでのヒューガ君の言葉、あの時気づくべきだった。逆にミスを誘発する要因にしかならない。しまった。なんとか追いついただけで体勢はバラバラ。強すぎる。ひょっとしてわざとか。あれ、違う、わざとなんかじゃない。ヒールだろうが何だろうが知らねえよ、これは俺たちのドラマだ。鏡、てめえだって僕は影だとか抜かしてただろうが。すげえな。あんたは黙ってろ。わってるよ、皆まで言うな。ヒューガ、それ俺のセリフ。何か手を打たないと。今度こそパーフェクトコピーの突破口を。そんなことできるかどうかは分かりません。再現ということは、彼らと互角以上に渡り合ってきた選手が一人います。誰をコピーするか予測する。ミスディレクションには技術だけではなく、訓練している哲也ならば可能性はある。それを実現するのは哲也といえど至難の業だ。ここからは近くで、今まで以上にキセ君を見たいんです。残念ながらやはりキセ君の体力が尽きる気配はないし。フリースロー、ツーショット。おお、よく決めた。頼むぞ鏡。だが一瞬でやられちまったら観察もクソもねえ。やっぱり何か企んでるっすね。グルドライブ。受けに行かない。なぜだ。おい、まさか。対空時間のロスは計り知れない。だからこそフェイクも生きてくる。もうここまで戻ったのかよ。
ャプテン。違う。心配すんな。生理も必死だよ。すげえ。会場、会場、会場。生理会場、逆転。ナイス。まず間違いなく会場の攻撃が残る。覚悟は決まったってこと。この点差と時間なら慎重に攻めるべきだ。ダメだ。あの時のせいでクソ、かわせね、取られる。やった、逆転だ。一本取ればうちの勝ちだ。今ので答えは出ました。あとはよろしくお願いします。これが最後です、キセ君。今さらマツのマーク。結局連携で攻めてくるのは分かってるんすよ。死ぬ気で全部出し切れ。焦るな、集中しろ。クロコッチはいつだって全力で勝つためにもがいてる。初めて尊敬した。しょぼいやつ、ライバルって言ってくれたことは本当に嬉しかった。まさか。やっぱそうきたすか。切り返し2つ。これは紫バーの狙い通りだよ。ここまで全部な。彼のコピーをする傾向が極めて高いことは無意識に避けることです。彼のとっさの時を作って青峰君のコピーを引き出します。そして鏡君がすかさずヘルプに来れば、紫原君のトールハンマーしかありません。俺が決めたら黒こっちのマークは意味がなかったことになる。イグスよ。まだボールは生きてる。ダメだ、ここで仲間を頼ってちゃ。それはキャプテンの俺の仕事だ。頼っちゃいけない仲間なんているもんか。ったく、参るぜ。まず間違いなく勝負は決まった。ここから一体ベンチも表情は深刻だが、狼狽してはいない。まだ不完全って、全然そんなことねえじゃん。止められるかもしれません。今のキセ君は違う。本当にすみません。ここまで手がつけられなくなるとは思いませんでした。まだだ。言ったはずだぜ。早い。カウンターのための数秒を作った上で始まる全ての流れはこの瞬間に集約されている。徹夜どうする。どうする。ドリブルでかわすような時間はねえ。クロコッチ、けど一歩遅かったっすね。あ、手台詞も出てこないっすよ。強かったです、本当に。俺だけ勝っても意味ねえっすよね。やっぱ今はもう嫌味言われてるとしか思えないっす。次こそうちが勝つ。また来年勝負っす。また一段と厳しそうだな。会場のキセ君は勝てよ、俺らの分まで。ありがとうございました。けどもういいんだ。ったく、な、見え見えの痩せ我慢してるようじゃ。勝ちたかったっす。そうだな。これで決まった。